まず、昨年度と比較した上での、今年度の問題の特徴と、その概略をですね、ご説明差し上げたいと思います。まず1点目ですが、技術問題の増加。昨年度は、5問出題され、配点としては12点あったんですが、それが今年度は7問、そして配点としては19点というふうに大幅に増加しています。次に2点目ですが、5個補充問題、要はその5個を書かせる問題ですね。そちらの方は大幅に減少し、昨年度10点分あったのが、今年度は4点ということで半分以下というふうに、こちらは大きく減少しています。さらに3点目ですが、地理分野の方でも出題傾向に変化が見られました。で、昨年度に続き、日本地理から主に出題されていたわけですが、従来の流れでいきますと、昨年度が日本地理から出題されていましたので、今年度は世界地理から出題されるだろうという予測が成り立つような出題の仕方がされていたんですが、今年度は、同じく日本地理ということで、このあたりはちょっと受験生のお子さんの中にはちょっと面食らった子もいたかもしれません。で、まあ、このように、今年度の社会科は出題傾向において大きな変化が見られた年だということが言えます。はい、では次に、小問別に細かく見ていきたいと思います。出題形式別に、右側に円グラフで示しました。記号を書かせる問題が27点分、5個を書かせる問題が、先ほども申しましたようにたった4点分しかありません。で、記述問題、文を書かせる問題が19点分ということで、非常に大きな割合を占めています。で、このような出題傾向を踏まえて、考えていきますと、まずは用語を暗記していくというのは当然なんですが、それだけではなく、理解していく能力、考える力、そしてさらに考えたことを表現していくという表現力、この3つがですね、社会科としてキーワードということで挙げたいと思います。で、もう一つですね、小問別の出題テーマで見ていきます。小問数が全部で22問で、配点は50点分なんですが、内訳がご覧のように各分野5問ないし6問で、配点も12点から13点ということで、それぞれの分野から満遍なく出題されています。なお、リゼロで表します総合問題っていうのは、一つの設問の中に地理、歴史、あるいは公民といった複数の分野から出題されている問題のことを総合問題ということで表しています。では次に、ここで差が出た1問ということでご紹介したいと思います。はい、大問3の公民分野からなんですが、資料を用いた記述問題というのがあります。農会生の公立特攻受験生が 97% 正答率に対し、その他の公立校受験生が 64% ということで、非常に大きな差がついた問題です。で、こちらがその問題です。資料が2つ、あと E とありまして、どちらが比例代表制の投票用紙かということを選びなさい。さらにその根拠を説明しなさいということで、両方割って正解という問題になっています。で、まあ、資料問題でしかも記述させるということで、非常にこう一見して難しそうに見えるんですが、ここがポイントですね。投票用紙 E の、政党その他の政治団体の名称または略称、ここに注目できれば、あ、こちらの方が比例代表制だというのは分かるわけです。まあ、比例代表制というのは、個人名ではなく、政党などの名前を書くというのがありまして、まあ、その基礎知識さえあればちゃんと答えられる問題でした。ですから、この問題で大きな正答率の差が出たのは、まあ、記述力がどうこうというよりかは、基礎知識の定着度の差ということが言えます。まあ、一言で言うと、まあ、暗記をしっかりやっていたかどうかということです。で、まあ、公立の特攻を受験する生徒さんは、先ほどご覧いただきましたように、97% ほぼ全員言っているほどの正答率を誇っているわけですから、トップ4を目指していくのであれば、このぐらいの問題はきちんと難なく解けるっていうぐらい暗記をしっかりやり込んでおかなければいけないということが言えます。それからですね、もう一問ご紹介したい問題があります。
でこちらの方は、公立トップ校の受験生もなかなか苦戦したと思われる問題です。で内容がこちらの方になっています。先ほどと同じ公民分野なんですが、ちょっと内容を読み上げます。次の資料は新聞記事をもとに作成したものであり、グラフはある野菜の入荷量と価格の動きを示しています。資料中の A 社が工場での野菜の栽培に乗り出したのはなぜだと考えられますか。その理由をグラフから入荷量と価格との関係を読み取り、読み取った内容と関連付けて簡潔に書きなさいというものです。で、まあ、重要なポイントを赤で示しています。で資料はこちらの方になります。で左側に、新聞記事の抜粋で、右側に折れ線グラフと棒グラフを組み合わせたグラフというのがあります。でこの右側のグラフというのは促成栽培、野菜の早作りですね、この問題の時によく出てくるような問題なんですが、今回はちょっと違った観点から見ないといけません。はい、でこの問題を解くポイント3つあります。まず1つが、外食産業を営む A 社というところです。で A 社は野菜の仕入れという観点からすると買い手、つまり需要側に立っているということが一つ。で次に右側のグラフですが、入荷量が大きく伸びている時期に価格は逆に下落しているというふうに、いわゆる逆相関の関係にあるというところをちゃんとつかめたかどうかということです。で次に3つ目が、安定的に収穫できる利点ありますけれども、その利点があるから新しい分野に進出しようとしているわけです。で、まあ、安定的に収穫が見込める、供給が安定するということは、価格も安定する、それを買い手の方から、どういう利点として捉えて表現していくかということが求められます。で、まあ、この問題が難しかったのは観点を変えて物事を考察することが求められるという点です。でまあ、促成栽培を云々ということを先ほど申しましたけれども、促成栽培の問題の場合は、作り手、つまり供給側の立場に立ってこのグラフを読み取る必要があったわけですが、今回は逆に買い手、需要サイドに立って、考えないといけないということがあったわけです。ですから同じことに関しても、異なる観点を持って考察することが求められる、多様な視野が求められるという点において難しかった問題だということが言えます。模範解答がこういうふうになっています。なかなかこれ中3生書けないかなと思うんですけれども、ちなみに公立特攻生ですね、うちの公立特攻受験生ですが、正答率が先ほども表示してましたが約 58% で、それが、受験生全体では 16.1% というふうに、まあ、2割に至っていないというのがあります。で、まあ、県教委の方 の, まあ、外評においても、社会的事象を考察し、結果を適切に表現させる学習指導をより一層重視という文言がありました。ですから単に暗記するだけではなく、考える力、そして考察したことを、書き出していく、表現する力というものを入試を通じてこう試していこうという姿勢が、見て取れます。以上のことを踏まえまして、合格に向けたポイントということで、まとめていきたいと思います。まず1つ目、土台作りとして、基本的知識の定着、暗記の部分です。で次に2つ目、資料の読み取り、たくさん資料出てきます。知識に基づいて、考える、判断する力、理解にあたるところです。そして3つ目、記述対策、事象の背景、因果を理解し、そしてそのことを表現する、書き出していく力、この3つというのを養っていくことが必要になっていきます。でこちらの方が私ども農会センターの方で使っている、社会のテキストの一部なんですけれども、単にこう暗記させていくだけではなく、上の方にこう資料問題があったり、あるいはこう一番下のところに、記述問題というのもついています。でこういった手元にある問題を徹底的にやり込んでいくということが必要になってきます。こうなんか受験生の気分からするといろんな教材をこうなんかやり散らかしたくなる
ものかもしれないんですけれども、手元にある教材を徹底的にやり込んでいく、もう問題を見た瞬間にもう答えが全部パッと浮かんでくる、そのレベルまで徹底してやり込んでいくということが必要です。で最後に再度ですね、強調させていただきたいんですが、本当にこう求められているのは、思考力、考える力、それを表現する表現力、でそういったものを通じて、真の意味での実力というものを入試においては試されていると見てよいと思います。でこういった実力を養っていくためには、やはりこう自分の頭で考えていく、身の回りのことにちゃんと目を向けて自分の頭で考える、そういった習慣をつけていくということが必要になってくるということを、受験生の皆さんにはきちんと認識していただいた上で勉強に励んでいただければというふうに考えております。では、以上で社会科の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。